まあ、ちょっとね、そろそろ黒川敦彦くんね、去年の頃には黒川くんのツイッターを見ていただければ一生立花についていくというか一生 NHK 党についていきますみたいなことを書いてたんですけど、まあ、彼がそういうのを、ね、平気で破るというような人であるというようなところでやっとちょっと時間ができました。まあ、大津さんがね、今代表権争ってるんで大津さんに対する裁判っていうのも今やってるんですが、まあ、今回は黒川敦彦くんに対して裁判をそろそろやっていこうということで裁判始めました。今日訴状を作りまして明日東京地方裁判所に提出する予定です。で、まあ、何を訴えていくのかっていうところについてはですね、まず1番、反社からお金を借りてると。まあ本当になんていうのかな、ちょっと調べたら分かりそうなんですけど、これちょっと動画見てください。あの反社からの借り入れって実際やってますよね。持ってないない。誰から、じゃあ具体的に言ってよ、反社って誰、どこの人、お前警察。いや俺ら持ってるんですよ。持ってるんじゃったら出せばいいじゃん。ガスの情報よ。だから反社本職、ごめんなさいね、組名も俺ら把握してるし、だから言えばいい。名前も把握してるんです。誰、言ってくれたらいいじゃん。これもう何で企画するの。あの、それ、その人は個人なんで。でも令和2年に借りてますよね。誰から借りてんの。参議院選後俺ら持ってるんですよ。持ってるんだったら見せてよ。直ちにここで見せてください。いやいや、ここみんな見てるから。みんな見てないとこじゃここで見せたら。本当に借りてないですか。本当に借りてないですか。借りてないよ。それめくれたらどうします。別にでもいいよ。反社の借り入れだって言うんだったら具体的な人まで把握してるんですよ。だからそれを教えてくださいよ。隠蔽するでしょ。なんでそれを教えない。いやいや、そしたら手回していろいろやるじゃないですか。要は反社からお金を借りたっていうことを俺に言ってるのね。それは間違いないよね。はい、それは分かりました。はい、というようなところでですね、これも明らかに名誉毀損ですよね。反社会勢力の人と経済的なつながりがあるっていうのがいわゆる反社会勢力と密接な関係にあるということで、これ密接交際者っていうんですよね。だから家族が反社とか友達同級生に反社がいる、これは政府なんですよ。それがもう仕方がないから。社会通念上だって同級生が反社の人とかもいるわけでしょ。何がないんかっていうと、反社の人と経済的な交流をすると密接交際者って通常認定されるわけですよ。つまりこんなのも思いっきり名誉毀損じゃないですか。でこれに対して訴状を作って明日提出します。で、まあ、証拠があると言ってますが、いまだ黒川君はその証拠を出してませんよね。黒川君が見せますよって言ったら皆さん見たいでしょ。ということは裁判するしかないんですよ。裁判所に出てきてですね、これが立花が反社からお金を借りている証拠だって出すしかないんですよね。もちろんそれを出したからって言ってそんな、借用書何を出したか分かりませんよ。とにかく皆さん知りたいわけじゃないですか。立花隆は反社からなんかお金借りてません。でも令和元年に僕は国政政党の党首になっています。政党助成金入ってきます。それを担保に一般の皆さんからお金借りれてますよね。なぜ反社から高々2000万円借りなきゃいけないんですか。当時の僕の YouTube の収入が1200万とかあった時もあるわけですよ。ありえないでしょ。もちろんそんな反社と言われている人、僕その週刊誌の記者から実際黒川君が持ってると思われる借用書を見せてもらいましたけど、聞いたことのないような福島の人かな、個人で、その人が反社かどうか分かりません。で、僕の名前もワープロで立花隆書いてて、住所は僕の一人放送局株式会社の住所なんですよ。で、立花個人の名前があって、その辺で売ってる3本ポンと押してある。で、なんか2000万円借りて、毎年2000万円返せみたいな、ちょっと忘れました。利息も法外なんで、ちょっともう、わけよくこんな偽の借用書信用しよったなっていうようなものを、まあ、黒川君は多分証拠として持ってると思うので、それをね裁判することによって、法廷に出してきてもらうとともに、他の裁判も黒川君に対してですね、民事も刑事もやっていくというお知らせでございました。黒川君ね、謝るんだったら謝ってください。まあもう遅いですけどね、こちらとしたら徹底的に法廷で争っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。以上です。 NHK をぶっ壊